この動画を開いたそこの君、さあ恥ずかしがらずにチャンネル登録するんだ。あー、人類死に絶えないかな。誰、これお野菜ですか。九条まさきは預かった。返してほしければ。おい、勝手に切るんじゃねえよ。まだ話の途中だろうが。すいません、話を聞いてはもらえないでしょうか。わかったよ、カス。お前の友人である九条まさきは誘拐した。身の代金か、いくらだ。2000円や。良心的じゃないか。というわけだから、金をよこせ。いきなりだな。仕方ないでしょ、まさきが捕まっちゃったんだから。たく、ほら、金だ。大事にしろよ。わーい、ありがとう。13円じゃねえか。サイダーも買えねえよ。これだけじゃ全然足りないよ。僕と竹蔵のお金を足しても32円しかないよ。お前も大して変わらねえじゃん。ま、これで我慢するしかないか。よーし、この32円でまさきを取り返しに行くぞ。無理だろ。さて、聞いてみたはいいが、まさきいないね。まさか騙されたか。いや、まさきの匂いはするから、ここら辺にいるとは思うけど。おい、お前ら、あれを見てみろ。あそこにスパゲッティが落ちてるぞ。わかりやすい罠だな。どうせ毒入りだろ。あんなのに引っかかるバカなんかいないだろ。あれ、シエルは？いただきます。おい、やめろ、バカ！ナイスな味。シゲルー！お前なんでこんなわかりやすい罠に引っかかってるんだよ。シゲル大丈夫か？こんなことならこいつからもっと金借りときゃよかった。何に食いてんだよ。このスパゲッティのせいでシゲルが死んじまったんだ。こんなもの、俺が消し去ってやる。いただきまーす。お前も何やってんだー。ていうかなんでめっちゃ笑顔なんだよ。何が消し去ってやるだよ。お前が消されてんじゃないか。どうやら二人は倒したようだな。まさか引っかかるとは思わなかったが。残りは9様だ。てめえよくも僕らを殺してくれたな。俺たちの仇は取らせてもらうぞ。俺は突っ込まんぞ。